はい、こんにちは。ユティックの監督の村田です。はい、本日は練習していくんですけども、私が大好きなスターバックスのコーヒーを飲んで、しっかり体を起こしてから練習に行きたいと思います。前スタバでコーヒー飲んでね、ちょっと目が覚めたんで、実際に競技場に行って練習していきたいと思います。今日は岩崎幸太郎と一緒に練習していきます。はい、もうスタートの練習になるんですけど、もう全日本実業団もね近いんで、お互いがねいい練習になるようにしっかり走っていきたいと思います。コタロよろしく。映ってます。スタート練習します。お願いします。はい、本日の練習が終わりました。はい、まあ動画で分かったようにかなり岩崎くんにボコボコにされました。まあ、やっぱり早いですね、彼はね。彼は早いです。まあただね、私もまだ競技者なんで、まあ、勝つつもりで走ったんですけども、やっぱりボコボコにされました。まあただまあ一応監督なんで、しかもこのチャンネルの名前ユティーク監督部屋なんで、私たちのねユティークの選手のまあ凄さっていうのをね、皆さんに知っていただくような動画もこんな感じでこれからも作っていきたいと思いますし、まあただ私もほら頑張りたいと思っているので、私が頑張っている姿も、見ていただけると嬉しいです。はい、それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。はい、バイバイ。